木の瀬光が行く三重県ツーリング完結編。今回は渡来町から南下し、海沿いへ出たら西へ、山と海両方のワインディングをしっかり楽しめるルートを設定。美しい景色と美味しいグルメを味わい尽くします。前回は国道260号をさらに西へ走り、鵜倉半島へ。三重島展望から見たハートの入り江はラブリーな絶景でした。今回はその続きから。あ、右見て、すごい、何やろ、今の時期2月です。うめえ、やっぱり。それか、なんか早く咲く桜、綺麗なピンクのモコモコやね。漁師さんたちの船かな。ねえ、いっぱいあるわ。ということで続いては漁を食べに行きます。そう、お魚お作りです。その名もお刺身どころぷくぷく。かわいい名前ですよね。ぷくぷく、どういう意味なんやろうな。どーん、お、左手に、これまたワンかな。ウリガメ、あ、ライダーもおるわ。ここいいですね、止めてね、ちょっと小休憩するのいいかも。過ぎちゃったけど、お、さあワンにお別れして山入っていきましょう。ここもまた走りやすい。おー、気持ちいい。すごいな。いいな、260号。今回のメインルートともいえる国道260号、山間部ではこのようなワインディングもあり、さまざまな走りの楽しみを提供してくれます。つまり260号の終点や、ここね。え、お疲れ様でした。さあ、そしてここを右です。ありがとうございます。優しいな、見える人。ということで着きました、お刺身どころぷくぷく。やったね。今回のお昼ご飯はこちらのお店、お刺身どころぷくぷく。地元の美味しいお魚が食べられる人気のお店。ちなみに店内はセルフサービスとなっています。こういう感じで、はい、それで、しかもちょっと待って、すごい。こちらが本日のお刺身定食。店主自ら長島港の魚市場で買い付けた10種類以上のお刺身がてんこ盛り。店主曰く3倍盛りだそうです。まずは興味津々のホウボウから。不思議な姿をしていますが、綺麗な白身です。ちょっと醤油つけていただきましょう。うん、な、美味しさ。あっさりしてて、でもね、しっかりこう味わい深いというか、お刺身なのに割と口の中に入れたらほろほろっとこう広がっていく、ほどけていくような感じですね。しっかり脂の乗ったブリ。え、ブリってこんなに美味しいの。ホウボウは私今日初めまして、初対面やったんで比べるものがなかったんですけど、ブリって今までもこう食べて
ってたじゃないですか。だからこそもう新鮮さ違いが分かります。こんなに美味しいお魚やったんですね。これはちょっと感動的。こちらも本日のおすすめ、マトウダイ。肝もありますよ。あ、プリプリ。あ、すごい身が引き締まってて、うん。そして新鮮だから食べられる肝。うーん、なあ、おいしい肝、高級感。お魚の概念を覆されました。本当に美味しい、本当に新鮮なお魚ってこういうことなんだなっていうのを教えてもらった気がする。いい魚が入らない日はお店を開けないとのことで、来店時はぜひ電話でのご確認を。バイクって危険ですか？そうですね、でもルールを守れば安全ですよ。八重の里ドライビングスクールでは、褒める達人があなたのお悩みを解決します。だから私は八重ドラに通います。船に泊まろう。忙しい人もそうでない人も、九州往復1万円ちょっと、ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ、サンフラワーの弾丸フェリー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え、イベントも盛りだくさん、車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート、ライダーズスタンド二輪館。例えば記録映像、動画のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。お、左にも紀伊長島マンボウという道の駅ね。そうそう、この辺マンボウも有名なんですよ。南国やな、おしゃれにカットされてね。お、ここのベンチめっちゃ良くないね。いいですね。実はね、次の目的地は今お食事いただいたぷくぷくからね、もう本当にバイクだとね正味3分ぐらいの距離なんですけど、ちょっとねせっかくなんでこの辺りぐるっと走りましょうよ。あとはさっき道の駅通ったでしょ、マンボウ。そう、マンボウっていう名前が道の駅に付けられるくらい、この辺はマンボウもよく取れるんですって。よく取れてよく食べるんですって。マンボウって食べられるんですね。続いての目的地、今回の三重ツーリング最後の目的地ですね、ランランファームに行きます。はい、一体何屋さんでしょうか、ランランファーム。ランランのね漢字は卵、卵って書くんですよ。なんでも養鶏場屋さんがやっているスイーツ屋さんということで、どれもその卵の味を感じられるスイーツっていうことで、もう卵好きにはたまりませんよ。最後の目的地までは最短ルートで3分ほど。さっき言ったあのぷくぷくの奥様、おかみさんもねランラン大好きでしょっちゅう行くの、みっちゃんによろしくっていうね、そう、お年を預かってきたんですが、みっちゃん、みっちゃんって誰やろうか、店長さんなのかな。
今回の最終目的地は養鶏場が営むスイーツ店ランランファーム。自慢の新鮮卵を使ったケーキやプリン、焼き菓子などは店内で手作り。もちろん卵も売っています。そして今回いただくのは一番人気のシュークリーム。あー、めっちゃ美味しそう。お、皮はあれですね、サクサククッキーシュー系かな。いただきます。うん、クリームたっぷり、美味しい。クッキーシューのサクサクとした食感と甘さがあってくるんですけど、その後にこのクリームのまろやかなこと、あとなんといってもコクがあって、なんやこれ、めっちゃ味濃いぞ。美味しい。ちょっとお話聞いてみましょうね。ということで、はい、こんにちは、ランランファームの名物店長みっちゃんさん。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。みっちゃん。はい。実はあのぷくぷくの、はい、はい、ママさんパパさんからもお話を伺って。はい、ありがとうございます。仲良しなんですよね。そうですね。もう20年ぐらいのお付き合いで。すごい。はい、ね。大好きです、私も。はい。ちょっとでもこのシュークリームよ。何ですかこの美味しいシュークリームは。ありがとうございます、うん、なんせかもう卵主役で作るので、邪魔しないように他の材料を組み合わせて作るので。本当、卵が輝いてるよ、はい、これよかった、うん、はい。ランランファームは養鶏場が営むスイーツ店なのですが、そもそもこのお店を始めたいきさつとは。卵の良さを伝えるお店を作りたくってお店をしたんですけど、この地域にねお菓子屋さんがないんです、残念ながら。確かに、走っててもあんまり見なかったですね。でしょう、うん、なので卵の良さを伝えられるお菓子も作ろうかっていうことで始めたんです。卵ありきのお店です。卵そのものも売ってるんですか。そうですね、もう一番おすすめは卵です。卵だけ買いに遠方から見えるぐらい、はい。先ほどから木の瀬がくつろいでいるスペース、実はカフェではなくイートインスペース。コーヒー紅茶などのドリンクはセルフサービスで無料。ツーリング中にお土産を買うのはもちろんのこと、休憩にもぴったりです。というところで今回はここまで。ツーリングの未公開シーンやお得な情報満載のフルバージョンはレッドバロンツーリングナビで公開中。気になる人は今すぐアクセス。女性向けアパレルブランド元レモード8さんです。コンセプトはライディングも街歩きも美しくかっこよくあなたらしくをモットーにしております。大阪にある完全予約制サロンでカウンセリングと採寸を経てオーダーメイドで作らせていただきます。ふわふわあったかくてそして動きやすいです。でおしゃれで気分もすごくいいです。この度福山莉子さんモデルも登場しました。皆さんお待ちしています。